影分身の術がただの分身と違って実体そのものを作り出す技術だそうな。ああもちろん知ってるってばろ。まあ、自分の個人人間を目指す忍者だった。俺もお前ほどじゃないが影分身の術を使うからわからない。この術には実際に及ぼすある特別な効果がある。お前もいつも使ってるから気づいてる。影分身の分身体が経験したことは別の術が実写であるオリジナル一人に戻った時その術から経験として誓われた。やっぱ気づいてる。そうだな、言ってみるよ。もう分かんねえってばよ。うん、なら二人で今度影分身やってみるよ。ああ一体えい影分身の術。よし、じゃあオリジナル側と影分身側の二人に分けて。影分身の君は向こうの速さがある。影分身のナルタ、ついてこい。よっしゃ！林の中の俺たち影分身の皆さん、オリジナルの方から。俺たちの方だけ断片をするぞ。なんだよ。いいか。ああ待て、ただ断片するだけじゃ面白くないってばよ。面白くなってる。あ、じゃあさ負けた方がさうちのクラーメンおごりね。あ、やっぱり入るってばよ。じゃんけん影分身の方は何してんだったのよ。もうすぐ分かる。やべえ、カッパ加賀先生のおごりだってばよ。はいはい、じゃあ俺たち影分身は実を取って消えるぞ。やつらは何ですか。一楽だ、加賀先生のおごりだってばよ。じゃんけんに勝ったからね。勝手に約束しやがって。これで分かっただろ。影分身の経験値はオリジナルの中に蓄積されている。なるほど、みんなでなんとなく影分身してたから全然気がつかなかったってばな。本来この術は危険な場所への偵察や敵相手に潜入して情報収集に使う術でもあるからな。それが分かったからって修行期間の短縮でどういう関係があるんだってさ。はいはい、俺が説明するって。イエイやりー。螺旋丸なんてずっとよくその子に教えてもらえんだよ。早く。つまり影分身を使って同じ修行を再度行えば経験値は単純に2倍ってことになる。言い換えると二人でやれば一人で修行するときにかかる時間を半分に短縮できるってことでも、それが三人なら三分の一。三人なら三分の一。千人なら千分の一だ。つまり一人で二日かかる時間は二人なら一日でできてしまうし、一人で20年かかる修行でも千人は約1週間。すっげえ、そんな手があったのか。これから習得するチャクラの性質変化の修行は常に多重影分身を使って行う。わっ先生が強い理由分かったってばよ。このやり方でいっつも修行してたんだな。いや、俺は一度もこんなやり方で修行したことはない。ね、なんで？だって加賀先生も影分身できるじゃん。じゃあ俺はお前ほどチャクラを多く持っていないし、影分身の持続時間も短い。なんせチャクラを均等に分散してしまう術だけど、チャクラの少ない俺には不向きな術だからな。そうなの？俺
喋ってるのはカカシ先生よりシャクラ堂が多い。俺の約4倍だ。そんなに？俺ってのは結構すげえんだな。キュウリのチャクラを抑えなければ約100倍だ。キュウリのチャクラ、だからこれは君にしかできない実行方法なんだよ。だけど多くのチャクラを必要とするため、キュウリのチャクラを呼び起こしてしまう可能性がある。そこで僕が言う、キュウリのチャクラをコントロールする。